で、一番心に残るのは、みんながね、手袋とか、はい、バラバラなの。まあ、白と黒をやってるっていうような感覚なの。で、リストバンドでも、え、それ、メーカーが違うの別々にしてんのみたいな感じだったの。はい。で、どうしたって言ったら、アテネの、その、予選を戦った人間がいて、はい、で、本ちゃんの時に選ばれなかった人間がいるわけ。一緒に、予選を戦ったさ、人たちの思いを持ってきてるんだよね。はい。手袋だとか、リストバンドだとか、そうやってみんなで一緒に戦ったと。まあ、宮本が予選終わって、キャプテン。うん。はい。優勝した時に、解散は次の日で、終わった次の日で、まあ、みんなバラバラに帰っていいよっていうようなことで、帰ろうと思った時に、ドア開けたら、手紙がパラッと落ちたんだよね。はい。だから短い文面で、豊さん本当にありがとうございましたって、宮本氏にやって書かれてたのね。はい。もう涙が止まらなくてさ。はい。ちょっといかんな。